玄山は弟子の裏切りに遭い殺されたと聞いた。若造、貴様の仕業か。はあ、誰だよお前。僕は今機嫌が悪いんだ。友の敵、撃たせてもらおう。黒木選手、猫足立ちに構える。さあ、ケリュー選手、どう受ける。現存、貴様は弟子を誤った。殺す、ゴリュウ、殺す。警戒すべきは羅刹署。厚木早に攻める桐生選手、さすがに実力者同士、簡単に決着はつきそうもありません。なんだ、この何かが引っかかる。 What the fuck? なんだあれは。なんという、あの男には勝てない。どういうことですか。 You gotta be kidding me。 あれは前足をムーブした後、天狼剣の天才剣士レンニカイドを圧倒した刹那キリュウ。そのキリュウを相手取って剣の中から一歩も動かずにアタックをしのいでいる。貴様の羅刹書は玄山のオリジナルより殺傷力に偏重した分動作が大きい。すなわち瞬きと合わせて使うことで初めて進化を発揮する。瞬きを見切られた貴様の攻撃は俺には届かん。違う。身の程を知れ、若造。問いただす必要があるようだ。その技誰から教わった。質が変わった。若造、貴様は何者だ。もう二度と邪魔はさせない。この方法はニコリュウ火柱か。
私の羅刹掌を利用した色、羅刹掌を目くらましにして瞬き、そして二古竜に告示した武術、センスは玄山を超えるか。深く当たるようになってきたね。時谷以降、お前を殺して僕の髪を取り戻せ。この男、強い。だがこの男すでに正気を失っている。もはや人に戻ることはかなうまい。哀れ友の仇討ちに燃える黒木、さらなる凶悪な変貌を遂げたセスナ、迫る最終局面。片山荘、片山羅刹掌、足による羅刹掌を利用した高速移動。セスナ自身、この試合で初めて試みた技術、その動きは徐々に洗練されていく。だが先手を取ったのは黒木。槍が螺旋を貫いた。手のひらをねじる前に貫かれた。すごいね。折れたか。螺旋症による地盤破壊、黒木がバランスを崩せ、男中直後に溝打ち。異変を察知した黒木、追撃を断念。研ぎ澄まされていた。刹那を突き動かすものはただ一つ、眼前の黒木。否、二個の幻影。否、刹那が思い描く理想の大間のため、攻めて攻め抜いた方が勝ちです。なんだー、桐生選手が仕掛けた。足羅刹掌による高速移動で隠れてる。捨てさせるとは惜しいな。ああ、そうだ、これならいけるかな。指先に威力を集中、桐生刹那、この窮地に新羅刹掌を完成させる。君が僕に与えた試練なんだね、時田オーマー。
せるよ。愚かなり、この黒木に付き焼き刃の技など通用せん。勝負あり、勝者黒木現在。地獄で現在に詫びるがいい。